後藤啓太さんは県内公立高校の男子野球部で23年間指揮を執り、新潟高校と五泉高校時代に夏の新潟大会で4回ベスト4に導きました。男子にはとても見られない、表情で野球をやっています。そういう野球の楽しさを前面にこう出していける、野球は楽しいぞっていうところをまずは多くの方々に知ってもらえる、そういうチームを作りたいです。大学の女子硬式野球部は現在十数チームあると言われています。県内では初めての総部です。女子硬式野球部は来年4月に1期生を迎えます。